小伝馬町駅は東京都中央区日本橋小伝馬町にある東京地下鉄日比谷線の駅である。駅番号は H15。当駅の下で東日本旅客鉄道総部快速線が交差しているが、同線に駅は設けられていない。相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。天井には換気装置はあるが、駅冷房装置はない。ホームは 直線で見通しも良い。ホーム上の駅員はラッシュ時のみ配置されている。開業以来、商工設備が設けられていなかったが、2009年度から2010年度にかけて秋葉原よりに地上とコンコースを連絡するエレベーターとその専用改札口の新設工事を実施し、2010年2月19日にエレベーターと専用改札口の共用を開始した。 2020年2月7日より、スイッチ制作の発車メロディを使用している。曲は1番線が、いつもの店で、2番線が、向こう岸である。2020年度の1日平均乗降人員は3348人であり、東京メトロ全130駅中94位。近年の1日平均乗降乗車人員推移は、下表の通りである。当駅周辺は、 オフィス街である。千代田区との草会が近い。駅からすぐのところに天間町老屋敷跡がある。また、当駅から都営新宿線枠老横山駅までの江戸通り沿いはトンヤ街となっており、繊維関係会社が多い。毎年10月下旬には周辺で別太来地が開催される。ありがとうございます。